こんにちは、ゆずきゆかりです。今日は先日のアップデートで追加された始皇帝同一者を使って神を縛いていきます。始皇帝といえば大人気漫画キングナダムですね。ゆかりさん、ダムの扱いは大得意なので任せてください。始皇帝の UA は兵法36系近接攻撃ユニットを生贄に捧げると隣接した蛮族を仲間にできます。これだけ？と思う方もいるかもしれませんが、これがめちゃ強なんですね。初期リッチは控えめに言ってクソですが、何がいいことあるかもしれないのでやっていきましょう。トリュフのゴールド算出プラス3は普通に強いので一歩南で年出し安定です。そして初手はいつもの石膏。第1原住民はひらめきをくれました。ハズレです。おっと、隣人はモンゴルのチンギス・ハンですね。見た目にそぐわず騎兵を出さなければ仲良くできる平和主義者です。ここで始皇帝の UA を発動。隣接する蛮族ユニットと言いましたが、別に1体限定ではありません。5ターン目にして戦士を犠牲にして槍兵と石膏を得ました。この能力により都市は内政をしながら勝手に軍備が整うわけです。第1都市国家はアッカド、言わずと知れた軍事系の最強都市国家ですね。まあゆかりさんは普段戦争しないのであまり気にすることはないのですが、私は基本総督は初手山にで都市国家の総主になり、視界と時代ポイント、その他もろもろの得点をかき集めるのですが、今回はそれ以外にも大きな用途があります。その開拓者美味しそうですね。でもちゃんと護衛がついててこれじゃ奪えそうにありません。私の隣国になったことを後悔するんだな。今日のゆかりさんはちょっぴり野蛮ですよ。パパパパパワードドン。太古から蛮族をリソースにして大きく軍拡できる始皇帝、それを最高に強く使うためにはそう、太古ラッシュですね。ということで戦争が苦手なゆかりさんですが、それでもこの壊れ指導者がどれだけ強いかをお伝えするのが今回の動画の趣旨です。モンゴルの目の前に第2都市調査を建設。どうせすぐ攻め込むので前線基地は近いに越したことはないです。アッカドの天庭北のラパヌイに移転させます。時代ボーナスもそうですが、このゆかりさんに考えがあります。5ターン後、ラパヌイの宗主国になります。おあつらえ向きにツンドラの蛮族はスイッチが入ってます。遭遇したのはインドのチャンドラさん。普通に喧嘩っ早くて戦争も強い厄介な文明です。モンゴルはゆかりチャイナとインドの間に挟まれて、年出し位置を悩んだ挙句ゆかりさんに初期開拓者を奪われたようですね。かわいそう。さて、北東にも蛮族や英知がありましたが、こちらも石膏がゆかりさんの思案を発見してスイッチが入ります。もちろんわざとですよ。チャンドラさん商売しましょう。毎度あり。このお金でラパヌイから兵士を徴兵します。もちろんこの動きは宗主国じゃないとダメなので、初手余りが必須だったんですね。なんかいきなり切れてて草。徴兵はターン数限定の傭兵です。でも都市国家ごときに借りたものを返すのはなんか尺ですよね。なのでこう使います。1体の戦士と3体の戦士を交換。しかも30ターン経っても都市国家に返す必要はありません。蛮族はスイッチが入ってるので、どんどん新しいユニットを生産してきます。ここで白亜土を得ていきますよ。ゲットだせ、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 ふう。とりあえずこっちの野営地はこんなもんでしょうか。すでに差し引き9ユニットの利益です。目的はあくまでも太古ラッシュなので、攻めの邪魔になる野営地は一旦除去しておきます。
首都でベオウルフが誕生しました。本当は最強英雄の孫悟空を出そうとしていたのですが、うっかり間違えました。そして囲みました。この段階でモンゴルから旧兵が出てきましたが、時すでに遅しです。そして中国の第三都市カラコトが誕生しました。まあまあ出力が出そうないい土地ですね。たくさんのユニットを生産してくれたここの野営地ですが、何も出してくれなくなったので、いい加減破壊しておきます。多少の犠牲は出してしまいましたが、戦士、投石兵、ベオウルフだけで太鼓ラッシュ完遂しそうです。第4都市カラコルムゲットです。 NPC は農場ばかり建てるので封建制度の典型も得られました。そして49ターン目、時代は黄金古典に。無駄にはならないですが、今回はお金も信仰もないので普及がいまいち活かせませんね。ゆかりさんにしては超珍しく下等性を選択します。今日の私はちょっと凶暴ですよ。モンゴルさん、騎兵を出さないと煽ってくるのとは裏腹に、裏では照れてこっそり有効度を上げる可愛いやつでした。だが滅びよ。それではごきげんよう。自前で生産したのは戦士1体と投石1体くらいで、一国を飲み込んだゆかりチャイナですが、新しいお隣さんのインドはちょっとばかし厄介そうです。ただでさえユニークユニットが強いのに、私とモンゴルがやり合ってる間、西側に広大な国土を広げぬくぬくと内政していたおかげで、現状の戦力ではきつそうです。アルテミスの宮が雲をついてそびえているのを目にした時、その他の不思議は輝きを失った。見よ、オリンポス以外にこれほど見事なものが日の目を見たことがあったろうか。定番のアルテミス神殿と、ついでに太古からずっとやってた孫悟空召喚が完了しました。孫悟空がなぜ英雄ティアー1なのかご存じない方は、この後大暴れする様をお楽しみにしておいてください。さて、育ち始めてしまったインドをどうするかですが、とりあえずほっときます。こちらも内政をして機を伺いましょう。戦争を始めるタイミング、やめるタイミングをある程度自由にコントロールできるのはある種プレイヤーチートです。存分に利用して勝てるタイミングになったら仕掛けるとしましょう。東にイギリスビクトリアを発見しました。そんな強い文明でもないし遠いのでほっときましょう。南には少し離れてスウェーデン、いい距離なのでここは孫悟空の遊び場にしましょう。そして首都から南西に第6都市タイゲンを建設。これが生産1個目の開拓者です。この町を西のインド、南のスウェーデンに対する前線基地としましょう。バカかな。それではごきげんよう。このように孫悟空は優れた移動力とステルス能力によって高機動な略奪行為を実現する攻撃的内政英雄です。 NPC は孫悟空を索敵する脳みそがないので、囲まれて身動き取れなくならない限り相手都市でやりたい放題できます。ついに野営地から剣士がスポーンし始めました。もちろん始皇帝の能力は戦略資源なども消費しないので、ここからはさらに大きなアドバンテージを得始めます。ちなみにこのプレイをする際は剣士をアンロックする前になるべく戦士のストックを用意しておくことをお勧めします。トレードの玉に剣士を差し出すのはもったいないですからね。といったところで、次の戦争に向けた内政を進めつつ、本動画は以上とします。次回も大暴れしていきますのでお楽しみに。いいね、高評価よろしくお願いします。よろしかったらフォローやチャンネル登録もしていってね。それではバイバイ。